はい、それではミスト5エンドオブエイジーズの続きやっていきたいと思います。前回に引き続きこのノロベンだっけ、なんか時代の名前がダサいんだよな、前のミストシリーズに比べて。うん、まあこのノロベンをやっていきたいと思います。で、とりあえずここに入りたい。ここに入ろうと思ったらやっぱこれだよね。こいつをなんか適当なところに合わせてってやると入れるようになるのかな。うん、なんか結構ねこの回すやつがあちこちにあるんだよな。ここにもあるでしょ、ほら。あ、なんかこれ動いてるよね。動かせんのかこれ。なんか回すたびにゴリゴリ言ってんな、どっかが。どっかがゴリゴリ言ってんだけど、まあ、それはいいとして、多分これってこのマークと関係してるよね、もちろん。うん、無論関係してるよな。ここにはないのか、ひょっとしてこの、これなんて言ったらいいんだろう、つまみ、つまみではないな、仕掛け。この仕掛けによってこのマークのラインナップが違う。そうでもない気もするけどな、どうなんだろう。てか何個あんのこれ、4つぐらいあんのかな、ひょっとして。あ、違うな、この仕掛けによってやっぱ違うね、マークのラインナップ。何がゴリゴリ言ってんだろう。他になんかこの地面の穴も気になるんだけどね。他に何かあったりはしないか、しないかな。どっから来たんだっけ私は。やべえな、どっから来たか分かんないなこれ。あ、あそこにペデスタルがあるから、あそこにペデスタルがある。ってことはこの辺に確か登ってきたはしご、はしごできたはずだから多分この辺にあるよね。もうちょっとこっちか。あ、これだ、こっから来たんだよね。うん、なんかあのゴリゴリ言ってたのってさ、こういつの間にかこっちが進めるようになっているとか、そんなことはない。なんかたまにそういうことがあるからさ。ないね、ないね。多分正しいマークを入力すればここが開くんだろうな。もうちょっとなんかヒントはないかな。さすがにあれはゴリ押すのは無理だな。なんかないかヒント。
ないか。こっちにはないな。卵のとこどうだろう。あれもちょっと怪しいんだよな。これ。ちょうどさ、これ4つあって、この辺のマークとかも見覚えあるでしょ？これもしかして、これがヒントになってるんじゃないかな？何かしらの。それか、雨が降ってる時にあそこに行くと何か違うものが見れるとか。ちょっと。あれ？あれ？え、ちょっと待って、スレートがないぞ。え、ちょっと待って、え、どこだ？どこだ？ない、ない、ない、ない。ちょっと待って、スレートがないぞ。え、ちょっと待って。パニックなんだが。と。どこ？これ、積んだりしてない？これ。大丈夫？俺。え、ちょっと待って。なんでないの？スレート。どういうこと？ちょっと待って、今までこんなことなかったからすげえ不安なんだけど。え、もうしゃあないな。ここの謎解くしかないじゃん。え？何？どこに買った？今。ちょっと待って。びっくりした。どこにあったよ今。全然わかんなかった。 まあいいや。よかったよかった。焦った。マジで焦った。ちょっともう一回雨を降らしてみるか。どうなんだろう。上の様子を見た方がいいんかな。それとも、ここでいいのかな？ちょっと何回か、もしかしたら何回か雨を降らすことによって、こう、水が溜まってなんか浮かび上がるとか。なんかない？この状態で、こっちのはしごの方行ってみたらどうよ。よし。ここに落としたら、あいつら拾わないんだな。安全地帯か。まあ、安全地帯ってのもどうかと思うけど。これで、なんか変わってたりする？なんか変わってる？
待ってよ、なんか窓のところにこれ、なんか別のマーク書いてんな。待ってよ。このマークだけじゃないぞ。なんかあるな。ていうか、ここにもなんか、これひょっとして、スレートに書くマークかな？こうなんか、大目玉みたいな。違うかな？っていうか、この雨が何か鍵を握っているんじゃないかと私は思うんだけど、うっすらスレートがあるのか。あるね。あるね。溶け込んでるね。ここか。わかんねえよ、こんなの。ちょっと待てよ。なんか別のマークが書いてたな。それはいいとして、ちょっと待ってね。なんかね、こんなマークが書いてあった気がする。マジか。ここに落とすと、あいつら拾わないの？この辺は？関係ないな。関係なさげですね。ってなるとやっぱここだよな。ここなんだけど。くそ、そういうことか。わかったぞ。わかったわかった。ちょっと待て。もう一回だ。そういうことですか。拾う？拾った。よし。回収して。そういうことか。雨が止むと、マークが浮かんでるんだ、ここに。あ、わかった。これが、なんかほら、さっきの仕掛けさ、こう、地面になんかこう、ずったみたいな跡があったじゃないですか。対応してるんだな。お、見えてきたぞ。見えてきた、見えてきた。ちょっと、もう雨いいや。わかりづれ。くわー。これ縦2本、縦2本。これ、小窓の裏の方か。窓自体のマークじゃなくて、裏の方。そういうことか。小窓の裏に書いてあった、このマークに対応する、この、縦2本、丸2個の縦2本。縦2本の、
わあ、これちょっと覚えとくの結構しんどいな。まあいいや。とりあえずこれで。縦2本の丸2個、縦2個。やべ、忘れそう。超忘れそう。だな。まずは、ちょっと待ってね。これが、縦線2本がこれだったはず。縦線2本はどれに対応してんだ？どれだ？縦線1本2本だから。場所がわからんな。これはちょっと待てよ。場所がわからんぞ。これで、この窓2つ閉まってるから、この窓が2つ閉まっている場所の、どっから見えるかな？これ閉まってるか？ここが閉まってるみたいだから、で行くと、これが縦線2本かな？これじゃねえ。これでもないな。あれだ。よいしょ。これが、こうですね。で、次、こっちの、ここは、丸2個の縦2個だったはず。あれだな。あれだから？ちょっと待って。この感じは、さっき閉めた窓。ちょっと待って、ちょっと待って、わかんなくなってきた。これだよな、ここなんだよ。ちょっと待ってよ、これ合ってるか、本当に。いや、さっきのは合ってんのか。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。もうややこしいから他の窓全部開けよう。ちょっともうこ、開けていこう。一旦。で、丸2個があそこにあるだろ？
分この辺だった気がするんだけど、なんか俺の記憶だとこの辺が確か丸2個の縦2個だった気がする。さっきのメガネのところの一つ手前か。メガネの一つ手前。ここの一個手前ってことは、これだな。ここ開けとこ。多分そうだね。ってなると、場所はどこだ。こっちか。これが、あ、これはこれで合ってるわ。ちょうどいいや。で、ここが、これなんだっけ？縦2個の横2個だっけ？縦2個横2個だった気がするな。ってなると、どこだ？こ、ちょっと待ってよ。やべえ、ちょっと場所がわかんねえぞ、これ。ちょっと適当に向こうの窓閉めてくるか。いや、待ってよ、これ。待って、ちょっと法則がなんとなく分かったぞ。法則が分かってきたぞ。最初に縦1本。で、次に縦2本。で、次横1本の横2本。その次に丸が来てとか、そんな感じじゃないかな、これ。だとしたら、こんないちいち覗かなくっても、これが縦2本なんだから、これが縦横2本ずつのやつじゃないの？であれば、これかな？こいつが、あれ？よいしょ。こう。で、最後なんだっけ？丸一個の縦横2本ずつだった気がすんな。ってことは、多分だけどこれが丸1個なんじゃないかな。丸1個の縦2本、縦1本か、ここが縦2本、ここじゃないかな。これが。反応が薄いな、でも。合ってんのかな？
ちょっと待って、どっから来たっけ。はしごどこだ。反応が薄いのが気になるけど、間違ってる可能性も大いにあるからな。よいしょ。このくぼ地だったらほんとスレート拾わないんだね、バーロ。なぜか知らんけど。あいってる。よし、よっしゃー、来たー、来たぜ。で、また蛇がいる。うわ、超毒々しい。いやだ、絶対あれ毒持ってるよ。よし。やったかな？これは建物の中に入れた。ん？ん？どうなってんだ？え？なんかよくわからん。ああ、来たんだな、一応。ああ、びっくりした。なんか、変わり映えしない景色が続くからさ。なんか、てっきりなんかループしてるのかと思っちゃった。とりあえずじゃあこれ書いとくか。なんかこの、自爆スイッチみたいな。伝わるかな、これで。あれ？拾わないな、バーロ。ここじゃ拾わないのか。え、めんどくせえな。この辺で落としたらどうだろう。来ないのかな。どうしよう。一回出る？なんかここバーロ来ないみたいだから一回出てみるか。いや、まあ別に台座を使えるようにするのは後でもいいっちゃいいけどさ、マーク知ったし今。一応ちょっとやっぱ使えるようにはしておきたいじゃないか。遠いな。よし、この辺で落としたらいいかな。持ってく？あれ？あ？いや、書かれてんな。書かれてるけど持ってかなかったぞ。ってことは合ってんのは合ってるんだ。なんだ？せっかく台座ワープが使えるかと思ったけど。まあ、いっか。一応、スレートに登録されたってことは、マーク自体は、ん？マーク自体は合ってんだろうな。たまにカーソルがバグるんですよね。なんかちょっと私が、ん？とか言ったのは、指がね、画面中央で固定されて動かなくなったんですよね。それで、ん？ってなっちゃったんですけど。そうか、なんか、なんだろう、なんで台座、
台座ワープさせてくんないんだろ。まあいいか、とりあえず。なんだ、だったら、別にこんな、わざわざ抜けなくてよかったな。よし。じゃあ、とりあえず上に行きゃいい？これはあの建物の中だよね。なんとなくそろそろ、ハゲポイントな気が。やっぱり。おお。研究所の鍵を開けたか。ここが研究所？やるんだな。ここなら安全だ。連中は怖がって入ってこない。あ、だからか。蛇が封じている。連中が接続できぬよ。別に楽しくていじめているわけじゃない。学んだ結果だ。知ってるか？あんたはスレートを動かしたことでバーロを助けた。それは医者に聞いたか？タブレットこそがバーロの力を封印していたことも医者から聞いているのか？何の話？それに知ってたか？連中は蛇のシンボルのついたものには近寄らないって。知らなかったよ。医者が自分に渡すなと言ったタブレットこそ連中を支配する。それは医者から聞いたか？全然。俺は学んだ。連中は支配していないと恐ろしく危険だ。この避難所の屋根に行くがいい。ここを封印すれば上まで登れる。消えるかな、そろそろ。うん。余計なことしてくれたな。台座ワープ使いたいんだけど。まあいいや。で、こっちしかないな。なんか書いてんな、いろいろ。あ？なんだこれは。あ、スレートにこのマークを書くのかな、ひょっとして。一応書いとくか。これで伝わるかな。こんな感じでしたよね、今。うん。書いてもここまで来ないんでしょ、バーロ。なんかいっぱい落ちてんな。いっぱい落ちてるし、これ覚えてないとまずい？これは触れないのか。とりあえず上に行けば良いのかな？あ、でもこれ多分ですよね。そうだよね。やっぱそうだよね。うん。落とせと。ああ、いや、いいです、いいです。よいしょ。で、あ？あ、ま、これ、上に、これなんか仕掛けを作動させなきゃいけないのかな。上に行けなさそうですね。なんかあんのか。ここ、うん、なんかごちゃごちゃしてて分かりにくいな。っていうか、どっから来た俺。ちょ、あ、ここか。
いやー、ちょっと待って、これすっげえわかりづらいんだけど。ここになんかある、ひょっとして。あー、拾っちゃった。拾う気はなかったんだよ。もう。